横オープン状態ムービーオープン状態モバイルハイビジョン CAM は日立コンシューマーエレクトロニクス及びカシオ日立モバイルコミュニケーションズによって開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1X ウィンター用音声用端末である製造型番はハイレイ1 2 0 1 1年9月30日に外部からの強い力により バッテリーパックより発煙や誘拐があるとして回収、交換を発表した。出荷台数の約15万台のうち、現在稼働中の約10万台については、新しいバッテリーパックが送付され、解約や機種変更時に回収ができていなかった。対象者へは案内分が送付される予定である。国内向け携帯電話としては初めて1280、720画素。 最高 30fps、ステレオ音声記録によるハイビジョンムービーが撮影可能で、さらに携帯電話としては世界初となる HDMI 端子搭載により、本機で撮影したハイビジョン映像を手持ちのハイビジョン機器、並びに PC でも再生することが可能となっている。また、本機は、 日立製携帯電話では初めて最大8イトまでのマイケロスティーチェシーメモリーカードに対応しているため最長4時間のハイビジョン動画保存やマイケロスティーチェシーカードを介して PC に動画も保存することができ市販のサイバーリンク社製 BD DVD オーサリングツールパワーダクターを PC にインストールしそれを利用することで本機で撮った動画をオーサリングしさらに BDR や DVD-R などにライティングした後、市販の BD プレイヤーや DVD プレイヤーで再生することができる。静止画機能では500万画素と、携帯電話カメラとしては、一般的な水準のカメラ機能ではあるが、前述のハイビジョンムービー撮影のほか、2010年5月時点では、画質の劣化するデジタルズームではなく、 画質の劣化がない3倍高学ズーム機能を装備した数少ない機種でもある。この機種のみ、OK 音のテンポが少し早めである。また、内蔵サウンドはカウントダウンタイマー音を除いて H001 と同一である。2010年6月30日に以下の新機能の追加が携帯アップデートにより行われた。 2012年7月23日より、利用不可カメラ部の特起等を含めた場合は 25mm。ハイビジョンムービーを録画する場合は、クラス4以上を推奨。機種カタログでの社名表記は、日立コンシューマーエレクトロニクスとなっている。なお、日立製作所は2009年7月1日より、携帯電話を含む通信機器事業、及び、 AV 機器事業をすべて日立コンシューマーエレクトロニクスに移管した。AU 携帯電話、W52CA、エクシリム携帯 W53CA、モバイルハイビジョン CAM 運用の電池パック交換について2011年、KDDI 株式会社長時間モード撮影時、動画の保存形式は 3GPP2 で保存される。W63CA、 ca003 から007と w63h、h001 の OK。NG 音は標準のサウンドとなっている。お試し版として、スの勇者のくせに生意気だ。そして携帯へ、とセガの VR バーチャレーシングがそれぞれプリセットされている。携帯アップデートのお知らせ、KDDI2010 年6月30日。ありがとうございます。